こんにちは、福岡内装センターの倉石です。今日はですね、3月の EB クロスについてちょっとお話ししたいと思います。知ってる方は知ってるかもしれませんが、まあこのチャンネル、このタイトルでね、見に来ていただいた方は、これから EB クロスを検討している方とか、当時内装屋さんに勧められてもうすでに EB クロスを貼ってしまっているという方だと思うんですけども、この間事務所に帰りましたら、机の上にこうアクスが置かれてありまして、壁紙のですね、問屋さんからファックスが送られてきました。ちょっとその内容、 EB クロスについての内容なんですけども、ちょっと読み上げますね。一応一旦ここに出しておきますね。はい。で、挨拶がありまして、株式会社三月から2011年より販売しました初期の EB クロスの一部製品において施工後2年程度で、表面層が劣化すると、で剥奪するという事象が発生しております。施工後2年っていうのは、まあ貼ってから2年後ぐらいに、あの壁紙の表面が劣化してボロボロとこう落ちてしまう、ポロポロこう剥がれ落ちてしまうっていうことがあるみたいです。これは多分ね、2016年の終わりから2017年にかけて、あの結構あの業界でもね、話題になったんですけども、当時は三月さんだったり製造元の大日本印刷さんとか結構ダメージを食らったんじゃないかなと思うんですよね。もう何十億円、何百億円という金が動いたとかいう噂も聞いたことあります。そして今回ですね、その EB クロスの劣化について竣工後10年の対応となることと、竣工後っていうのは貼って壁紙を貼って引き渡してから、引き渡ししてから10年の対応となりますと。で、まあ心配かけてすいませんねっていうことを言ってまして、まあ、あとここ大事なんですが、現在販売させていただいています EB クロスについてはこの件は認められないということを言っております。で、当時ね、さっき言ったその2017年ぐらいのやつですけども、その事件でね、もう EB クロスなくなるのかなと思ってたんですが、まだね引き続き販売しているんですね。そして追記で、問題のある EB クロスは2011年の2月から2014年の2月までの期間に生産された EB クロスのカタログの中の一部の商品ですね。全部の製品じゃなくて、カタログのこの分厚いカタログの中のある一定の商品だけがそういう風になりますよっていうことなんですが、これには品番とかは書いていません。工事してから、先ほど言いましたけども、2年程度でそういう症状が現れましたっていう事例ですね。まあどんな症状かと、例えばこう物が当たったりとか、衝撃などでこう破れたりとか、そういうものでもなくて、表面層が樹脂が劣化して人や物の接触で容易に欠損してしまうものですと、もう服で擦れたりとか触ったりとかするだけでもポロポロ落ちてしまうんですよね。粉々になってしまうような感じです。で、これですね、まあ健康被害がないよっていうことをね、ちょっとネットで見たこともあるんですが、まあでもね、こう口の中に、人がね、口の中に入れていいものでもないと思いますから、小さなお子さんとかいるご家庭とかはね、そのままじゃいけませんし、まあ、ペットにもね、有害だと思いますから、EB クロス貼ってしまったけど心配だなっていう方はですね、当時工事してもらった内装屋さんとかに相談したりとか、もうその内装屋さんが捕まらないけどどうしようっていう方は、あの三月さんに一回相談してみてもいいのかなと思います。で、これからですね、 EB クロスを貼ってみようかな、内装屋さんとかに EB クロスどうですかって勧められてるんだけど心配だなっていうことであれば、まあそういう事例もありましたということなので、ちょっと慎重になって、まあ色とか柄とか似たものでもいいなっていうことであれば、他の商品に変えるっていう手もあるかもしれませんね。はい、実際私のお客さんでも1、2ヶ月ぐらい前のお客さんなんですが、まあ、ご自身で EB クロス調べられてまして、こういった事例のこともご存知でした。やっぱり最終的にはですね、ちょっと心配だからやめときますっていうお客さんは実際に一人いらっしゃいましたし、うちもですね、 EB クロスに関しては三月さんの商品とても すごく良くて好きなんですが、EB クロスに関しては私もちょっと手控えてる部分があるので、積極的にはお客さんには EB クロスは勧めてません。ということで、まあ、今日は、三月さんから発売されています EB クロスの、まあ、トラブルに関しましてちょっとお伝えしました。